個増やせばいいんじゃないかと。じゃあもう一度よろしくお願いします。このスイッチが上の方になるから、水位とこの水位今同じになってるんじゃないかな。スイカ栽培最近めちゃめちゃ天気がいいんです映りたがりたが天気が良くてですね、トマトの根っこもだいぶ成長してると。水のタンクなんですけれども、1日10リッター気が散るな1日10リッター以上もう水がなくなっちゃうんです。毎日来るのも、毎日来るというかこの給水しに来るのもだるいので、僕ちょっと考えました。タンクこれをねもう一個増やせばいいんじゃないかと。その設置をやってきます。設置というような設置ではないんですけれども、横にちょっと大きめのタンクを用意しました。こっち側にも水入れて、メインの方が水位が減ったら自動的に今設置したタンクからこっちに水が足されるようなものを今から作っていきたいと思います。雨降ってきたので倉庫に移動しました。よろしくお願いします。用意するのがこのホースと、これグルーガン、ドリルの切っ先、ノリのこれ元ホースをつなぐようなやつ、赤ちゃんの鼻水吸うやつ、水槽とかで使うギャッチ弁、ホースの真ん中がだいたいここら辺だから、細いのが入るような穴を開けます。ここにさっきのやつをつけていく。こんな感じになりました。これが適当な長さで、こんな感じになりました。先っぽにこの逆止弁、こうは水なり空気は行くけど逆には行かないっていう部品がね、赤ちゃんの鼻水を吸う、これを装着する。できました。こういう感じ。グルーガンで血を止めてみた。あとこことここ、ホースの中に空気が溜まると細胞の原理っていうのは働かないらしくって、逆止弁でこう来てこっちで空気を吸ってホースの中の空気をなくす、うまくいくんじゃないかなって思ってやってるんですけど、まだやってないからやってみたいと思います。なんやかんやで次の日になっちゃったんですけれども、この設置した予備のタンクに水満タン入れていきたいと思います。ちょっと不具合があったので改良しました。上から刺してたんですけれども下から刺すことにしました。空気が一番上に溜まるわけですね。上から刺しちゃうとここのジョイントの部分がちょっと長くって先っぽがこう下の方に行っちゃうのかな。これで吸おうと思ってもなんか水吸うだけで空気吸えない。だから下から刺したっけ、このジョイントの先端が上の方に行くっていうか、説明がねめっちゃ難しいんですけれども、こういう風にホースがあってで上から刺しちゃうとこうなっちゃう。こういう風に水があるもんだから、空気を吸えなくって水を吸っちゃうんですけれども、上からじゃなくって下から刺すと、こういう風にすればこう水があった時にこの吸い口が上の方になるから空気を吸えるっていうような話をしたかったっつね。まあちょこれでやります。でこっちがサブタンク、コーヒーの瓶をメインタンクっていう風に、見立てて機能するのか。ホースの先っぽをこっちに入れます。このメインタンクまあ半分ぐらい水入ってるっていう風にしてこう刺すと、赤ちゃんの鼻水を吸う、吸い口から吸って中の空気を抜いてきます。ホースの中が水で、満たされると。で今メインタンクここら辺まで水あるんですけれども、ホースの中でマジで説明むずい水で満たされるとそのサイフォンの原理っていうものがあるらしいんです。低い方にこうどんどん水が送られていくっていうことなんで、やってみましょう。うまくいけばこのコーヒーの水がこうと、コーヒーの水ちょっとマジでむずいな。このホースを通ってこっちに送られてきて溢れるはずなので、ちょっと一旦吸ってみたいと思います。ここから吸うと、そしたらこれホースの中の空気が抜けて水が今通ってる。これだんだんと水が送られてきて、もう多分これ溢れる。溢れないか、空気の抜きが足りなかったのか。また半分ぐらいに減らしてみて、ちょっともう一回実験してみましょう。うん、これは溢れてるのがお分かりいただけますでしょうか。こっちのタンクから今こういう風に水
が送られています、うん、溢れてるから今こううまいことこっちに来ている状態ですね。でこっちの先っぽをメインの方のタンクの中にホースの先っぽを刺してやれば水位が減っても自動的にこっちのタンクから水が送られるっていう風になるはずなので組み立ててみたいと思います。うまくいくのかなこれ。今このメインのタンクの水位は見てもらった通りな感じですね。タンクから水が減った分こっちのメインのタンクに水が移動すると。でここの部分これは一番山になるように一番山のところにセットするもんで語彙力がねないんです。見てみましょう、やってみましょう。これを吸って水位が高くなればまあ成功。じゃあやってみたいと思います。こっちに水移動成功しました。これ以上いかないのはこの水位とこの水位今同じになってるんじゃないかなと思って一旦開けてみます。見えないかもしれないんですけどもこれバーってここら辺まで水位が下がっててこっち同じになって同じになってるから止まってたんですけれどもこっちがまたグーって少しずつ減ってくるとまた移動を開始するっていうような感じになります。多分これ成功してると思います。こっちも水満タンにしておいて準備をしておきましょう。自動的に減った分だけ水は足されるようにはなったんですけれどもこっちにも液肥入れておけばいいのか。そしたら薄まることない。でこっちにも液肥入れときます。1液と、2液60リッターだから、300ずつ蓋してセットして今日はわー最悪油断すんなや最後でびしゃびしゃ。これでセット完了です。タンクを2つに増やしたので1日10リッター以上もうなんか毎日来なくちゃいけないような感じだったんですけどもこれで、3日とか4日に1回来ればいいんじゃないかっていうような感じの環境が整ったんじゃないかと思います。今日は疲れたんでやめます。さよなら。どうもありがとうございました。